国鉄 e d 重0電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1922年に輸入した直流用電気機関車である。1925年12月の東海道本線電化用としてアメリカのウェスティングハウスエレクトリックとボールドウィンにより2両が製造された。当初は線型と称したが1928年10月の 車両形式称号規定改正により ED10 型に形式番号が改められた。車体は箱型で、その前後にデッキを有している。全面デッキから車内に出入りすることも可能であったが、他に車体中央部付近にも出入り口を設けていた。全面倉庫には砂箱を設け、屋根上には大行のパンタグラフを一気設けている。輸入当初は使用線区により、 河線電圧が異なっていたため、電気方式は 600V、1200V 両用の副電圧仕様になっていた。国鉄廃車の時点ではパンタグラフが PS14 型に変更され2機に増設されていた。ほか、通風口の形状が変更され側面窓が増設されるとともに、内部機器搬出口が設けられ、全面の砂箱は撤去されて台車に、 国鉄標準系の砂箱が取り付けられていた。形式図 d 1 2 2 0 1 1年10月横瀬当初は山手線、中央本線で1500ボルトに、昭和都期は東海道本線で運用された。横須賀線での運用を最後に1959年7月に、1が1960年5月に2が廃車になった。2は西武鉄道に譲渡されて、 同社の E71 型となった。譲都の際、車体塗装は武道色からローズレッドに変更された。西武鉄道では貨物列車牽引に使用されたが E851 系搭乗後は工事用列車牽引に使用された E31 系の導入により1986年に廃車された。ありがとうございます。